こんばんは、勝則です今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは卵焼きがサムネイルになります。だしオムレツ、今回珍しく両面焼きました。で、煮野菜、白菜とキャベツですね。キャベツと白菜の煮物です。豚豚骨スープで煮てますね。で、白ご飯、今日はこんな感じです。あと、だしオムレツをもう LL2 個分、合計 LL8 個分食べます。さて、それはそれとして、体重ですね。肝心の体重を測っていきましょう。昨日より増えてるか減ってるか。 55.2kg でしたよね、昨日おとついと。今日は 55.1kg、 100g 減ってますね。体重 55.1kg、 体脂肪率 12.7、 体重 55.1、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝1294、1294、内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.1、 体脂肪率 12.7、 内臓脂肪レベル4と。はい、もう一度、サムネイルに使う卵焼き、だしオムレツ、豚骨スープで煮た野菜、白ご飯と。で、だしオムレツはもう LL2 個分焼いてるんで、卵が LL8 個分になります。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。